いやよろしくお願いします。ちょっと弾取れっか なお名前何でしたっけ。服部武史ジュニアはお名前何でしたっけ。ハルキです。ハルキ、ハルキの弾取れっかな。ちょっとやばいな俺。こんな道具ちゃんとしてんの。さすが。よし、やろうぜ。どこで？こう？暖かいところでやりたいね。涙管ぐらいで。ハルキお願いします。あーごめん。うぃ、これって二塁なの？この近いっけ？だよね。ソフトボール用か。ハルキピッチャー？うぅ、やべえやべえぞ。やべえ、めっちゃ伸びるんだけど。ウォームアップさせてくれるやん。あ、ベースもあんのか。やべえ。まだ 10% ぐらいやぞ。さすがですね、服部家。やべえ。いったいった。これ塁間？そうか、意外と近いの。ごめん。
怖え怖えわ。いやーすげえすげえ回転がすげえ。あーいやーすげえ。うわマジで全く垂れないね。すごいわ。いやいったすげえ。ナイスキャッチ。あいしょ、あーしまった。おい、いったいったいったちょっとお父さん、お父さんどういう教育してんすか。いってえよ。いやー伸びすぎやろマジで。すっげえ。よし。決まりちゃな。くそ。ちょっと待ってね。いや、すげえ。すげえよ。ちょ、この気温でやるスピードじゃないっすね。ちょっとすいません、この辺にしまっていいですか。
ごめんね、物足りないでしょうけど。ちょ、痛すぎる。俺の指が持たないっす。あ、ごめん。おい。ありがとうございました。ちょっと使い果たした感あるよ、俺の左腕。父さん、これ取れるんですか？ちょ、まだ温まってないでしょ。いやー、いや、こんな速い球来る予定じゃなかったんですよ。集まる人から考えて。ヘロヘロの春くん来るのちょっと分からない。現役です。何年生？中3。中3か。もう仕上がっとるな。え、でももうあれか、引退はしてるってこと？引退はしてる。うん、そうですか。じゃあ今日はよろしくね。入試なんですか？いや、そんな中来ていただいて。ありがとうございます。何しますか？します？ね、5人はギリギリ何かができるね。何すか？ノックとか。ノック、ギリノックができる。ノック受けたいっす、僕は。僕も取りたい人なんで。自分は外野ノックは打てない。打てないよね。これね、それ今打てない。今打てない。え、じゃあ逆にそれ大丈夫なのは何ですか？あ、でもね、内野ぐらいの距離なら打てる。じゃあノックのプロに打ってもらいましょうか。俺も取りたいから後で回ってくる。じゃあファースト。ファーストにボールカゴ置いて。俺ちょっとファースト最初休ませてもらっていいですか？めっちゃ左手が痛いんですよ。これソフトボールのグローブなんですよ。めっちゃ薄いんですよ。あ、すごい、いっぱいある。うわ、これは打ち放題じゃないですか、ノック。もうノック超大ですよ。これ音入ってるんでしょうか？一回切ります。